マルセル・デュプレは、フランスのオルガニスト、作曲家、ルーアンの音楽一家に生まれ、幼少時から神道と呼ばれた。パリ音楽院には1904年に入学し、シャルル・マリー・ビドールとアレクサンドル・ギルマン、ルイ・ビエルヌ他に支持した。1914年にカンタータ、プッシェによってローマ大賞を受賞。1926年にオルガン科教授としてパリ音楽院に復帰した。 欧米各地で2000回以上のオルガン演奏会を行い有名になる。1920年の演奏会では前10回にわたって JS バッハのオルガン作品全曲をアンプで演奏した。またこの時期自動再生オルガンにもバッハ作品や自作を録音している。1934年にビドールの公認オルガニストとしてサンシュルピス協会に勤務。 1947年にアメリカ音楽院総長に就任した。また同年から1954年までフォンテイノブロー音楽院委員長に1954年から1956年までパリ音楽院委員長に就任した。1971年にパリ近郊のムドンに没した。作曲家としては広範囲にわたる作品番号付けの65曲を作り出した。 また、音楽教育家としても結出した存在であり、ジャン・ラン・グレー、オリビエ・メシアン、ガストン・ディ・テーズ、ジャン・アラン、マリー・マドレーヌ・デュル・フレ・シュバリエ、ロランド・ファルシネリ、ジャン・ヌ・ドゥメシュー、マリー・クレール・アラン、アレクサンダー・シュライナー、バージル・フォックス、ピエール・コシュロー、ジャン・ギユー、マイケル・マレーなどといった数々の歴史的オルガニストを、2世代にわたって輩出した。また、 アメリカを代表する合唱指揮者、ロジェー・ワーグナーもデュプレに指示した。デュプレは作曲の他に、バッハ、ヘンデル、モーツァルト、メンデルス・ゾーン、シューマン、リスト、フランクなどの作品の工程を行った。火星法やオルガン建造法、音楽理論、音響学、即興演奏法、オルガン奏法教則本などの理論的な著作も残した。 音楽家としての活動の焦点は常にオルガンに定まっていたが、作品はオルガン曲だけでなく、ピアノ曲や室内楽曲、還元楽曲、合唱曲も含まれる。特にオルガンと還元楽のための公共曲と単調作品25が知られる。現在100点以上の録音が利用可能である。ありがとうございます。